どうも皆さんこんにちは、課長でーす。はい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 、アギマルでーす。今回はなんと初コラボということで、はい、だね、まあ、コラボと言ってね、彼とはまあ僕親戚同士なんで身内なんですね。完全身内です。でね、僕たちねフィリピン人ハーフなんですよ。今回はフィリピン人ハーフあるあるをやりたいと思います。イエーイ。ただ単に言い合うんですけれども、はい、まあ、それだと面白くないん で今回はちょっとゲームをやってみようかなと。え、まあ、ドッキリね。マジですか。それ聞いてないんですけど僕、まあ、お互いにこう一個一個ずつフィリピン人ハーフを出してきて、はい、どちらかがもう言えなかったら負けということで、はい、もうできるだけ出さなきゃダメっていう。そういったマジっすか。まあ、どれだけねフィリピン人ハーフあるあるをまあ共感できるか、はい、まあ、どちらが多かったらそっちの勝ちっていうことで。で、負けた方にはですね、なんと罰ゲームがあります。見たよ。罰ゲームはね、ウソス。めちゃめちゃ辛いやつ。これをね、一気に飲んでもらいます。一気に。ウソス。びっくりした。俺もここで死ぬのかと思ったよ。まあね、スプーン一杯分ぐらいかな。まあ、そのぐらいで。スプーン一杯。それレベルやばくない？ちょびっとやってみようか。先行は私のターンです。もう美男美女が多いフィリピン人ハーフはどう思う？フィリピン人ハーフ多いでしょ、美男美女。なんで無言なの？そうですかね。いやいや、納得すると思うのが、最近ね芸能界でいろいろ活躍してる子がたくさんいるのよ、はい、あの池田エライザちゃんとか、はい、ラブリーちゃんとか、はい、あとゆきぽよちゃんとかね、はい、全員女ですね。あと高橋みなみじゅんちゃんとか、はい、だから結構最近芸能界で活躍してる人が多いの、フィリピン人ハーフって。だからね、もうみんな多分思ってると思うんだけど、フィリピン人ハーフって美男美女が多いのよ。ってことは、うん、自分もそれに含まれるということですか？当たり前じゃん。だったらこんなの書かないよ私。え、なるほど。次、アギマルくんのターン。はい、アギマルです。はい、これマジで一回は言われると思うんだけど、タガログ語喋ってみてって。これフィリピン語なんですけど、うん、絶対言われる。フィリピン人ハーフってバレたら、え、ちょっとタガログ語喋ってみてくんないって言われるんだけど、うん、俺こういう系が一番苦手なのよ。なんかね、無茶ぶりなのよ。うん、俺は話せるんだけど、うん、なんか喋ってみてって言われても結局自分で文を考えないといけないから、うん、まず嫌なのよ。しかも恥ずかしいし、一人で喋ってるのが。いや、相手に喋れる人がいるんだったらいいんだよ、俺も。うん、タガログ語喋って、でも俺生まれたことないな。はい、父親かおじさん。待って、どういうこと？あのね、父親は大体もうじじい。僕のお母さんとお父さんはね、結構10歳差離れてて、結構年の差結婚が多いんですよ、フィリピン人の人たちって。あ、確かに。俺のお母さんとお父さん24ぐらい離れてる。やばいでしょ。で、僕とね、同年代の、まあ、同じフィリピン人ハーフの子と遊んでた時に、その子の家で。なんかね、もう白髪のね、おじいちゃんがいたの。おじいちゃんがいたの。そう、おじいちゃんがいたの。うん、でね、その子に、俺が、あれ何、おじいちゃんと一緒に住んでんのって言ったら、うん、あれお父さん。失礼なやつだ。年の差がすごい。わかるでしょ。わかる。俺、いろんなフィリピン人ハーフと会ってるけど、大体ね、おじさん。なるほどね。で、なんか結構、なんか、我が強いやつ。信念も持ってる人が。これに似てるやつ、行くんですけど、うん、お母さんがフィリピン人。これはですね、なんか俺の知り合いのフィリピン人ハーフとかに聞くんだけど、よく、うん、あのお母さんがフィリピン人の人が圧倒的に多いの。多いね。でね、若いんだよね、お母さん。そう、お母さん大体若め、ね、お父さん大体親父。親父っていうね。多分ここテンプレだよね、フィリピン人ハーフの。もうこれコラボだよ、コラボじゃない、コンボ、コンボ結成。あの父親フィリピン人とお母さんが日本人っていうのは本当にまれ。そう、まれだよね、まれ。もう肌が褐色、フィリピン人ハーフ肌が褐色な人多い。俺も肌褐色なんですよ。褐色でしょ、肌。まあ僕はそう、茶色なんですよね。意義あり。これはね、うん、正直あるあるとまではいかない気がする。白い人も結構いる。ただ女性に限っちゃうけど。だからこれ追加するんだったら、カッコ男って入れた方がいいと思う。いやいや、女の人も多いよ。これは環境じゃない。どうですか皆さん、どう思いますか？じゃ、なんか肌が褐色で、あれは塗ってんの？白く塗ってんの？え、塗っちゃってんの？あれ化粧で白くしてんでしょ。なるほどね、はいはいはい、だってすっぴんとかさ、はい、それはやばくない？でしょ。いや、僕
納得できない。いや、これはカッコ保留にしといてほしい。いや、これあると思ってる。さっきさ、最初、ああって言ったじゃん、納得したってことじゃん。いや、男の人を想像してたからさ。でも、そしたらなんか悩み始めて、男も女も同じよっていうから。うわ、出た。俺もこれ書こうとしてたやつじゃん。クラスに一人はいる。俺、これね、違う、クラスには一人じゃなくて、俺は書こうとしてたのは、学年に一人がいると。あ、学年か、高校が1500人の高校で10クラスあったんだけど、うん、もうほとんどいた。やっぱ日本ってフィリピン人ハーフ多いよね。多いね、多分、まあ、そこら辺にいるもんだって、うん、5人に1人とかはもうそうかもしれない。言いたくなっちゃったんだけど、家族旅行がフィリピン。これいや、あるあるでしょ、これはある。あの、ね、長期休暇の家族旅行ほとんどフィリピン。フィリピンだから。もう海外旅行もフィリピン。そう、大体フィリピン。そう、いい点としては、まあ、海外旅行行ったことあるよってみんなに言えるんだけど、ほとんどがもうフィリピン。そうなんですよ、よく飛行機乗るんだって、どこ行ってんのって聞かれた時もフィリピンとしか答えられない。そう、フィリピンなんですよね。あるあるですね。あるあるですね、これは。これはちょっと書いてなかったんで、うん、まあいいんじゃないですか。ちょっと画面線で。はい、バスケできがち。あ、ほとんどの、まあ、バスケだけじゃないんですけど、うん、多分フィリピン人ハーフって結構、うん、運動神経がいいんで。ぶっちゃけそのできがちっていうことは何、自分も含めてってこと？まあいろんな人を含めて収束した結果、その統計的にできがちって感じかな。そんなデータあるんですか？まあ、ありますね。ありますね。ちゃんとこれはもう俺中学の時からずっと、あの人フィリピン人ハーフかなと思って、うん、かけたら、まあ、純フィリピン人かフィリピンハーフのどっちかだったから、まあ俺はちょっと納得できないんだけど。はい、え、どうします？もういい、それ書いていいよ。あ、じゃあセーフということで。ちょっと違うと思うけどな。いや、もうセーフということで。絶対セーフです。うん、いや、もうこれ意義ある人はもうコメント欄にお願いします。フィリピン人ハーフあるある、マザコンが多い。これね、これマジであると思う。マザコンでしょ。俺は小中学はマザコンだった。あのね、マザコンが多いと思うのは、フィリピン人ハーフの人って母のことをみんなママって呼ぶの。ママって呼ぶでしょ、はい、ママ。で、ママって言ってるやつは大体マザコンも。偏見じゃん、めっちゃ。これは確かにあるなって思うんだけど、うん、もう一個理由があると思うんだ、うん、フィリピン人ハーフの人って大体家庭に問題を抱えてる人が多めで、結局、うん、シングルマザーになっちゃってる人が多いんですよ、ね、うん、結局母親が大体育てるからこっち側になっちゃうんだよね。そうね、あの、こうやってちょっと悪い言葉使っちゃってるけど、俺が言いたいのはその、ま、親思いの人だね。そう、悪くはないんだよね、実際。まあ、親を大切にするね、親のことを思ってるっていうこと、まあ、プラスの面があるから。まあ、でもマザコンなんだよね。ママって呼んでるでしょ。ママって呼んでる。俺ちなみにマミって呼んでる。俺は使い分けてるね、うん、一応。でしょ、だから使い分けはしてる。そう、多分マザコンって思われるのが俺もそんな好きじゃないと思うんだよね。だからママっていう人って大体もう多分世間的から見ると多分マザコンっていう印象があると思う、うん、みんなも経験あると思うけど、俺もね、小学校と中学校の時ママって呼んでたんだけど、俺お母さんがお母ちゃんって呼んでたの。そう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 、学校友達の周りでは。でママっつったらさ、ママみたいな。いや、なるなる、なるでしょ、なる、絶対なる。ママって呼んでんの？俺小学校の時なってたもん。でしょ、だからやっぱママって言っちゃうとマザコンのイメージが多いから。あれだよ、同じ年のフィリピン人ハーフの子で、うん、タッツーめちゃめちゃ彫ってるの。あ、で、ヒップホップしてて、はい、なんかラップとか好きそうな子が、うん、ママって呼んでんだよ。それはちょっとママじゃないでしょ、母さんの方が。ママ母さんとか、それかマザーだよな。ラップとか好きだったら今の P を入るから。俺は敵をいっぱい作る。どう思いますか？ジャッジをお願いします。ゆきぽよちゃんとこどう？ゆきぽよちゃん。ゆきぽよちゃんまず知らないんだよね。なんで知らないんだよ。有名だろ今。極限ってつけちゃおうか。極限フィリピン人ハーフあるあるを言うっていう。はい。聞かれるんですよ。僕聞かれたこと。